れて、したら、銀杏だらけだから、じゃあ、これ、ベテランが戻ってくるよ。仲間のためぜひマスクの着用のご協力お願いいたします。それからだいぶ密の状態になっておりますが、できるだけフィジカルディスタンス、ソーシャルディスタンスではなくフィジカルディスタンスです。人の心と心のつながりはそのまま間隔を空けるということです。ぜひご協力をお願いいたします。この声が県政公園の中もスピーカーが整っておりますので、ご自身のために少しずつ間隔を空けてお願いいたします。せっかく安倍政権終わりましたが、大して変わらないまた新政権になっております。所信表明を聞いて私が一番なんか気になったのは自助、共助、公助という言葉でした。まず自分でできることから自分でやってくださいという言葉がとても腹が立ちました。当たり前ですよね。自分で自分のできることやってますよ。それでも困ってるから共に助け合い、それでもできない、公助は国の義務です。ですから皆さんもっとどんどん怒りながら立ち向かっていきたいと思います。ありがとうございます。そのパラパラっとした拍手がとても好きです。それでは初めに主催者を代表いたしまして、総掛かり行動実行委員会全国市民アクションの共同代表高田健からご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。本日は第74回目の憲法公布記念日です。74回目になると思います。先ほど2ヶ月もあまり前になりましたけれども、憲法を敵視し、とりわけ戦争放棄の第9条を敵視して、その改正改悪を最大の政治目標としてきた安倍晋三政権が倒れました。この8年近く日本の市民社会は安倍政権に反対し、国会内の立憲野党の皆さんと共に安倍首相らが企てる憲法改悪、とりわけ日本が戦争ができる国、アメリカと共に戦争をする国にする戦争法、安保法制ですけれども、戦争法に反対し、権力の私物化と腐敗を糾弾し、諸悪の根源である安倍政権の退陣を目指して全力で戦ってきました。この運動が作り出した改憲反対の世論は、安倍晋三首相の辞任表明に際して国民的世論が十分に盛り上がらなかった、志半ばで職を去るのは団長の思いだと言わしめました。まさにこうした戦いが安倍晋三前首相を辞任に追い込んだと思います。菅義偉首相は官房長官として安倍政権を支えてきた人物であり、安倍政権の推進者でありました。菅新政権は安倍なき安倍政治、安倍なき安倍改憲の道を進むこと疑いありません。発足早々に問題化した日本学術会議の人事への不当な介入という暴挙はその表れだと思います。また菅政権は敵基地攻撃能力保有を目指す
安倍前首相の談話の方向を進めるという極めて危険な方向を打ち出しています。これは日米軍事同盟を強化し、沖縄の辺野古の軍事基地建設の促進をはじめ、朝鮮敵視、中国敵視を進めようとするものであり、東北アジアの緊張を増大させるものだと思います。安倍政権がまともに対応できなかったこの深刻な新型コロナ危機、コロナ感染症の蔓延という危機に対して、菅新政権は自助共助公助、私が目指す社会などと言い放って、より一層新自由主義を推進し、弱者切り捨ての政治を進めようとしています。菅新政権の下で政治の深刻な危険が到来しようとしています。政治の変革が切実に求められています。先頃市民連合は自公連立政権の打倒を目指して、立憲野党各党会派に対して15項目の政策要望を提出し、来たる総選挙で市民と野党が政策の一致を基礎に小選挙区の候補者の統一を果たし、共同で戦うことを求めました。一昨日は大阪の市民の皆さんが、維新の会らが企てた大阪市の廃止 と構想を住民投票で阻止しました。私たちはこの声を一層大きくし、一層強めて、必ずや来たる総選挙を通じて自公政権を打倒し、政権交代を実現したいと思います。本日の 11.3 憲法修改を成功させ、市民と野党が結束して安倍政治の継承に反対し、新しい政治を必ず実現するために、私たちが全力で戦う、その第一歩としたいと思います。最後までこの行動の成功にご協力をよろしくお願いいたします。ああ、始めるの。ごめん。今日は政党代表の方々がご参加くださっております。到着順にご発言をお願いしたいと思います。まずは社民党福島みずほさん、お願いいたします。国会前に集まられた皆さん、こんにちは。こんにちは。紹介していただきました社民党党首、参議院議員福島みずほです。今日は11月3日日本国憲法が公布された日です。74回目公布された日を皆さん一緒にお祝いをしていこうではありませんか。日本国憲法があって、私たち本当に励まされて元気で生きてきた、そう思います。1つ目、憲法9条改悪をみんなの力でとにかく阻止してきたことを続けていこうではありませんか。市民連合の皆さんからも、北東アジアにおける安全保障構想やいろんなことを提案されています。9条を生かしていく、そのことを今日の憲法の公布日以降また一緒にやっていこうではありませんか。そして2つ目、憲法9条は改悪をされていないけれども、憲法9条を壊すようなそういうことは進んでいます。安保関連法、戦争法、秘密保護法、共謀罪、違憲の法律が強行成立しています。これを廃止しなければなりません。皆さんどうですか。そして防衛予算はうなぎ登り、アメリカから武器の爆買い、アメリカからオスプレイ17機買って木更津に置く、そんなことも進んでいます。空母を作る、横須賀港から中東へ自衛隊が出かけていきました。そして敵基地攻撃能力保有について、今年中に結論を出すかもしれない、そんな憲法違反の、明確な憲法9条違反のことを私たち国民は許さない、そのことをやっていこうではありませんか。菅内閣退陣させるために一緒に頑張っていきましょう。
そして3つ目、私の大好きな言葉に、平和と平等は手を携えてやっていけるという言葉があります。反対の言葉は戦争と差別排外主義が手を携えてやってくるということです。皆さんどうでしょうか。安倍政権の下で菅官房長官、そして今菅総理の下でまさに弾圧がよりひどくなっています。教育とメディアに対する介入、内閣人事局を2014年作って霞が関の官僚をグーも言わさないように牛耳る、そのことが広がっています。まさに日本学術会議の6名の任命拒否は、内閣総理大臣が学者の選別をするということを見せつけているのではないでしょうか。学問の自由がないところに表現の自由、そして言論の自由はありません。日本学術会議の任命拒否は私たち一人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 市民の問題です。ものの言えない社会を作る、声を上げられない社会を作る、内閣の言いなりの人しか許さない、政策に異を唱える者は弾圧し騙させる、こんな社会を作らないために皆さん一緒に頑張っていこうではありませんか。そのことを憲法を生かしていくことをまさにやっていきたいと思います。今まさに凄まじい危機の時です。学問の自由まで踏みにじろうとする菅政権、私たちの力で一日も早く退陣に追い込んでいこうではありませんか。そして皆さん、最近嬉しいことがありました。大阪市における住民投票、大阪市をなくすな、そちらの側が賛成多数で大阪市は残ります。政令市をぶっ壊して特別区に格下げし、行政サービスを削っていく、そのことに対して大阪の人々はノーを突きつけました。皆さん、大阪に行くと一人一人一人の人が街頭でスタンディングしている、家族連れでチラシを配ってる、パソコンで個人でチラシ作って巻いている、一人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 市民の一人の行動がまさに10ポイント以上離れていたにもかかわらず、今回市民が勝利したのではないでしょうか。だから一人一人の市民の力で憲法を生かしていく、国民の不断の努力で憲法を生かしていくことを今日交付の日以降やっていきましょう。社民党は存続することを決定いたしました。社民党は社民党として護憲の政党として、社会民主主義の政党として頑張ります。もちろん立憲民主党、共産党、沖縄の風、国民民主党、皆さんたち立憲野党としっかり連携、選挙協力、共闘してまいります。浅沼稲次郎さんが、成田智美さんが、土井貴子さんが頑張ってきた護憲を私たちも引き継ぎ、皆さんたちと共に頑張りたいと思います。憲法を生かしていきましょう。よろしくお願いします。みさほさんでした。ありがとうございます。続きまして、沖縄の風、高田哲美さん、お願いいたします。指揮者の皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました沖縄の風の高田哲美でございます。昨年7月に参院選において沖縄から選出されまして、その3ヶ月前、去年の3月までは琉球大学で憲法を教えておりました。私がこの1年間国会の中から議員として見ていた政権は、まるで憲政を無視している憲法に基づいていない政権です。安倍菅政権、全く同じような憲法を無視する、ないがしろにする政権です。沖縄から来ると、あるいは沖縄から見ると、まだ沖縄には憲法が適用されてない、
そういった状態なんです。そこをしっかりとご検討、先ほど福島代表言われましたけれども、本当に憲法を守っていかなければ沖縄は大変なことになる、それを今日は訴えに参りました。沖縄の風幹事長をしておりますけれども、伊波洋一参議院議員が代表しております。2人しかおりませんので幹事長をしておりますけれども、今日のこの11月3日日本国憲法が公布されたということですけれども、その公布によって自由と平和と文化の日になった。首里城も3日前に焼け落ちた1周年ということになりました。本来なら11月3日というのは琉球王朝文化を示すパレードが行われている、そういう状態でしたが、焼け落ちてしまいました。でもそれは首里城に第32軍の沖縄守備隊の本部があって、そこは攻撃されて消失したということです。その後また再建されましたけれども、なぜそこが狙われたのかという、最近はハワイの真珠湾でも米軍の軍港さえなければパールハーバーの攻撃はなかったんじゃないかと、そういう考えもハワイの人たちは持っています。それまでは静かな湿地帯、それがパールハーバーだったわけですね。憲法9条、本当に大事なことを世界に訴えていると思います。今回沖縄の辺野古の問題で少しお話をしますと、辺野古はそれほど静かな環境もいい、米兵たちから言うと一番素晴らしい場所だというんです。そこをなぜここまでして埋め立て工事を強行しているのか、それが分からない。今日のこの集会はテーマもコロナ、あるいはポストコロナの問題ですけれども、主権者の皆さん、税金は主権者が本当に一生懸命働き、いろいろな形で税金を納めている、この税金が本当に無駄に辺野古に投入されているんです。これから13年間もこの無駄なお金が投入され続けていく。私たち主権者の一人一人の家計を考えると、自分たちの家計の中でたくさんのお金が無駄に投入されていくということについて一番神経を尖らす、これが憲法の30条の納税の義務だけではなくて、主権者が納税したお金の問題だろうと思います。しっかり頑張っていきましょう。そして最後に、まあ学問の自由という問題がありますけれども、昨日もその前から菅首相の答弁を見てますと、憲法15条を出してきています。憲法15条というのは主権者の問題なんです。まるで自分は主権者だと言ってるかのように、そして権力者が主権者の代わりをしちゃいけないんです。それをやってしまっている、それほど県政に対して甘く見てるんじゃないか。憲法に基づく政治をきちんと取り戻すため、皆さんと一緒に頑張ってまいりたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きましては立憲民主党岸真紀子さんにお願いいたします。集会参加の皆さん、こんにちは。立憲民主党参議院議員の岸真紀子です。今日 11.3 集会に皆さんと共に参加できたこと、心から嬉しく思います。今日憲法公布の日、この憲法の素晴らしさを後世につなぎたい、
この思いは皆さんと一緒です。立憲民主党は綱領に新しくできた綱領に立憲主義を守り、憲法が掲げる国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を堅持しますと明確に言えました。皆さんと共にこの平和の憲法を守っていきます。さて、新しい総理が誕生しました。誕生したばかりですが、さまざまな課題が浮き彫りになっています。昨日も衆議院の予算委員会が行われましたが、日本学術会議の任命拒否問題、何を聞いてもこれは人事に関わることだからと言って答えていません。答弁拒否じゃないですか。こんなことはおかしいです。ましてや憲法に掲げてある23条学問の自由にも関わる大事な課題です。しっかりと説明してもらいましょう。引き続き野党が協力しながら、明日からも国会の中で論戦を繰り広げていくこととなりますので、皆さんも応援の方をお願いいたします。さて、他にもたくさん課題がありまして、菅総理は所信表明演説で2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすると言いました。あ、ゼロにする、いいなと思いましたよ。でもその中身です、いまだにあの 3.11 の福島の原発事故があったにもかかわらず原発に推進すると言ってるんです。とんでもないですよ。私も何度も福島に行ったことがありますが、本当に苦しんでいます。改めて原発に依存しない地域に分散型の再生可能エネルギーを中心とする社会を作っていきたいです。皆さんと共に頑張っていきます。またアルプス処理水の問題も出てきています。今このコロナの状況で果たして日本国民の皆さんに説明責任が果たされたでしょうか。私は果たされてないと思いますよ。今早急に決めるべきではない。このことも皆さんと連携をして取り組んでいきたいと思います。そしてまた、私北海道の出身なんですが、私の地元、今核の最終処理、ゴミの最終処理問題にさらされています。どんなことかというと、自治体で2つの自治体がですね、最終処分場の文献庁舎に名乗り上げました。人口減少と地方財源の狭間で苦しい選択です。こんなやり方を本当にしていいんでしょうか。ましてや核のこのゴミ、そもそもエネルギーのサイクル、核の最終処分場のこの高レベル放射性廃棄物についてはエネルギーサイクルの見直しをすればこんなに危険なものは出ないんですよ。そのこともきちんと議論もしないで一部の人に押し付ける、こんなことはあってはなりません。引き続き市民の皆さんとともにこの核の問題についてはしっかりと戦っていきたいと思います。それと核の問題もう一つあります。核兵器のない世界は唯一の戦争被爆国である日本国民の念願です。菅政権が核兵器禁止条約に後ろ向き答弁を繰り返していることは非常に残念でなりません。日本が一日も早く批准できるよう市民の皆さんと共に歩んでいきます。最後に人権の問題です。大事な課題です。先ほどもご挨拶にありましたが、菅総理、自助、共助、公助、そして絆と言いました。確かに自分で何とかしてください。できればやってますよ。今コロナの状況でできないからこそ苦しんでる人がいる。その想像力を持って何を公助でやるべきか、これが一番大事なんです。なのに相変わらず冷たい答弁ですよ。もっと言えば多様性を求めると言いながら夫婦選択制夫婦別姓とか、あとは同性婚とか、このことについては何ら議論を進めようとしていません。本当の意味で人権であったり人々が生きやすい社会を作っていくためには今の政権ではダメなんです。皆さんと共に立憲民主党は歩んでいきます。改めて全ての人権を守り、暮らしと平和を守る、お互い様に支え合う社会を目指し、立憲民主党は市民の皆さんと共に頑張ってまいります。共に頑張りましょう。ありがとうございました。続きましては共産党
山下良樹さんお願いいたします。こんにちは。日本共産党副委員長参議院議員の山下良樹でございます。私地元が大阪ですので、住民投票のことちょっと話していいでしょうか。ありがとうございます。11月1日行われた住民投票は、大阪市をなくす、大阪市を廃止することに賛成か反対かを問うもんでした。反対多数で再び否決をいたしました。大阪市民の良識と共同の力が発揮された歴史的勝利だと思います。推進派は二重行政をなくして大阪を成長させるっていう虚構の構想をメディアや行政機構まで活用して大宣伝いたしました。また反対派の言うことはデマだという攻撃を繰り返しました。ですから当初この構想に賛成という方が多数になったんですね、世論調査では。それに対して私たちは泥仕合にしてはならない、大阪市民の見識と良識を信頼して真実を伝えよう、正しい情報を提供しようと、その姿勢で徹底して活動させていただきました。例えば130年の歴史を持つ大阪市は、先人たちの努力によって豊かな文化を育んできた。大阪城の天守閣は市民の寄付金で再建され、日本で初めての地下鉄を作ったのも大阪市。フランスパリのシャンゼリゼ通りにも匹敵する美しい景観を誇る御堂筋、私はそう思ってますけど、これを作ったのも大阪市なんです。で、大阪市がなくなって4つの特別区にバラバラにされたら、こういう都市計画の権限は失われ、こうした街づくりはできなくなります。そして大阪市が廃止されて、政令市の持つ豊かな権限財源は大阪府に吸い上げられます。そしてその吸い上げられた税財政をどのぐらい特別区に分け与えるのかを決めるのは大阪府知事と大阪府議会が決める。特別区の区長は意見を言うだけです。自分たちの納めた税金の使い道は自分たちの代表者が決める、これが自治ではないでしょうか。ですから特別区にはこの自治の権限がめちゃめちゃちょっとしかない。当然これまでやっていた住民サービスが維持できなくなる可能性は大きいということを申し上げました。多くの方が最後まで悩まれたと思います。住民投票は投票日も活動できますから、私もマイクを握りましたが、ずっと足を止めて聞いていただいた方が最後まで聞いて、迷っていたけども反対と書いて投票することに決めましたと、最後の最後まで迷われた、真実がじわりじわりと市民の中に浸透する、そういうありさまを目の当たりにした思いです。皆さん、私たちはもう戦いは終わったのでノーサイドだと思っています。この構想に賛成と書いて投票された方も、大阪市を良くしたい、より良くしたいという思いは同じだったと思います。これからは維新の会が持ち込んだ分断を乗り越えて、暮らしや福祉や営業、より良い大阪市を作るために力を合わせていきたいと思っております。この勝利は皆さん、国政にとっても大きな意義があると思います。どうだ、自民公明政権の補完勢力としての維新の会に通打を与えたことは、菅政権が進めようとしている改憲策動にも大きな痛手を与えることになります。そして私たちが目指す次の総選挙で政権を交代し新しい政治をつける、この点でも大きな意義を持つ結果だと思っております。最後に、菅政権による日本学術会議への人事介入、これは任命を拒否された6人の先生方の問題でも、日本学術会議だけの問題でもありません。民主主義への挑戦ではないでしょうか。これを許したら待っているのは
全体主義国家への転落に他なりません。私たち日本共産党は党の存在意義に欠けてこの暴挙を許さないために徹底的に戦う先頭に立つ決意であります。明日衆議院の予算委員会で野党が論戦に立たれます。トップバッターは立憲民主党の枝野代表です。しんがりを務めるのは日本共産党の志位和夫委員長です。55分間全ての時間を日本学術会議の問題を使って徹底的に追い詰めたいと思っております。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。国会議員の皆様からのご挨拶、社民党福島みずほさん、そして沖縄の風高田哲美さん、立憲民主党岸真紀子さん、そして共産党山下良樹さんよりご挨拶をいただきました。ぜひ私たち市民の声を国会でそして活躍していただく、市民はみんな期待し応援しておりますのでよろしくお願いいたします。ここで一つ皆さんにお願いがございます。ちょっと気がついてらっしゃるかもしれませんが、この集会開催のためにいろいろと費用がかかっております。どうかカンパのお願いをしたいと思います。スタッフの者が、皆様のそばをマスクをして通りますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。お願いします。続きましてこれから憲法が生きるコロナ後の社会ということで6名の方にスピーチをしてもらいます。最初はコロナと格差について反貧困ネットワーク事務局長の瀬戸大作さんにお願いいたします。よろしくお願いいたします。お疲れ様です。今日ここからですね、なんかしゃがんで、オンラインで中継するんで原稿を読んでやれという話なんで、ちょっとですね非常にやりにくいんですけども、よろしくお願いします。ですね、僕自身は、反貧困ネットワークの今事務局長をしています。コロナの問題で3月末にですね、今現在38の団体でこの新型コロナの災害の問題でその困窮に陥っている人たちの支援をしています。もうすでに現行と違っています。それとですね、仕事を失う、住まいを失う、それ大学に通えない、そういう方がその踏まえる状況を踏まえてですね、この間活動をしています。我々の団体ではですね、この問題に対して所持金がないと、そう、今日から泊まる場所がないと、住まいから追い出される、そういう状況をその想定をして、緊急の支え合い基金を作ってですね、現段階でその市民の皆さんから約9000万のその基金をいただいて、現在その3500万ですね、具体的に、実際その人たちに対して給付をさせていただいています。で本当にですね、僕ら自身は、例えば今日ここにいてもですね、例えばその池袋の駅の近くで所持金が10円しかないと、死にたくないけどこのままでは死んでしまうという人たちのその声がこのメールに届いたら、その日のうちに飛んでいって、その日翌日のね宿泊費をお渡しして、その生活保護のその申請の動向とかですね、そういうことを日々行っています。で今本当に、各区役所とか市役所の行政に行くと、一人で行ってしまうとそのまま、施設に送られてしまいます。いわゆるその無料定額宿泊所ですよね。そこに入ってしまうとなかなか出てこれない。で我々自身がしっかり同行して生活保護の申請をしっかり受理させて、しっかりそのアパートの転宅までやると、そういうことをですね、ずっとこの間7ヶ月間ですねしてきていてですね、全くこういう集会には来れていません。そういうその状況が続いています。で今回のですねコーナーのやっぱり特徴は、12年前の年越し派遣村と全く違うのは、20代30代の世代がやっぱ非常に多いことです。で業種も広がってます。12年前はやっぱりその製造業が中心でした。だけども
この問題今回については全てのその業種に広がっています。2018年に東京都が行ったネットカフェの難民の具体的な調査、そこではその平均の月収が11万4000円です。で、今回そのコロナの今回の問題で一番最初に問題が出てきたのが、ネットカフェに暮らし続けていて緊急事態宣言でネットカフェに泊まれないと仕事がない、そういう中でそういうような20代30代の世代が大量に路上に出ました。で、これ自身はやっぱりその2002年以降のですね、その小泉竹中のその構造改革の中でその非正規派遣、このね、その仕事の形態が増えていって、それ以降ですね、20代30代の非正規、ね、ワーキングパート、そういうこと自身が具体的にずっと進行していて、コロナの問題で、かなり露呈をしたと。残り1分ですよね。そういう形になっています。で、この問題に対してやっぱりね、必死に今対応している最中です。それで、実は一昨日埼玉県の川口市で、外国人のための、テント村相談会をやりました。で、これは本当にもうひどい、もう本当に非常にね、厳しいその事態を見てきました。で、そのコロナの中で多くの外国人、特にその在留資格を持たない外国人の人たちが大量にいます。よく入管問題で入管にね、その押し込められると。だけどコロナの関係で入管から出されると。だけども入管だから、入管で仮放免だから働いてはいけないんです、ね、県から越えてもいけない。そうした時に働いてはいけない人たちがどうやって暮らしていくのか。定額給付金も対象外とされました。当然その生活保護も対象外です。そういう事態でもうね、300人ぐらい実は来たんです、外国人の人たちが。その中で、本当にね、その今日食べるものは所持金0円で、多いのが医療が受けられない、もう歯が痛い、もう本当にお腹が痛いね。で、子供さんの問題で、子供さんが、来週出産なのに来週ね、その家から出てけと、そういう問題に対して具体的に本当に対応しています。で、今日のね、問題で言うと、しっかりね、この政府はこの国籍を関係なくてしっかりその生存権を保障しろと。何がね、その自助、共助、公助だとね、そういうふうに思います。本当にたくさん実は言いたいことがあったんだけど、もう終わりますので、あとは、今日原稿が流れてますのでやりましょうと、そこで見てくださいと。とにかくこのままでは当事者の人たちが死んでしまいます。で、本当にその控除がなくて、僕たち支援団体をこのままずっとやり続けていったら持たないと。政府がしっかり生存権を保障しろと、それだけを訴えて終わりたいと思います。以上です。瀬戸大作さん、ありがとうございました。先ほどですね、議員の方々にご挨拶いただきました、共産党の山下さんの他にですね、伊藤岳参議院議員もお越しいただいておりますので、ご紹介させていただきます。ありがとうございます。続きましてメッセージ、次はコロナと差別ということで、朝鮮大学校の学生さんにお話をしていただきます。そこ今ちょっとお待ちください。皆さんにお願いがあります。動画そして、写真を今あった方は今の、メッセージだけはすいません、削除してください。もちろん YouTube など SNS への投稿もやめていただくようにお願いいたします。続きましてはコロナと憲法ということで、日本体育大学の清水雅彦さんにお願いいたします。皆さんこんにちは。日本体育大学で憲法を教えている清水と申します。事前に私も原稿を出すように言われましたので、ちょっと原稿を読むのは慣れてませんが、続けていきたいと思います。今年1月15日に日本国内で初めて新型コロナウイルスの感染者が確認され、
安倍首相は2月27日に全国の小中高校と特別支援学校の休校を要請しました。しかしこれはあの萩生田文科大臣が頼もしく見えたほど、文科省と文科大臣が反対したように、科学的根拠も法的根拠もない暴挙と言えるものでした。特に学校はクラスターの発生源にはなっていなかったからです。急な休校で子どもたちへの教育への対応は学校保護者任せにされてしまいました。私の小学1年生の娘が、安倍はムカつく、早くやめてほしいというほどでした。もっとも私の娘は私に対してムカつく以外にうざいとも言っておりますが、今のは原稿にはありません。かつて教育は私事、私事だったので、親など保護者によって子どもが受ける教育にはばらつきがありました。私たちは親を選んで生まれることはできないのだから、これは不公平です。だから公教育が導入され、憲法26条で教育を受ける権利が保障されたのに、安倍政権はこの権利を踏みにじったのです。その後安倍政権は3月13日に新型コロナウイルスを適用対象に加える改正新型インフルエンザ等対策特措法を成立させ、4月に緊急事態宣言を出しました。これを受けて都道府県が同法に基づいて国民、ここでの国民というのは特措法の表現ですが、国民への外出自粛要請や店舗、教育機関、集会施設などへの休業要請を行いました。しかしこれらは先の26条以外に憲法22条によって保障される移動の自由、21条によって保障される表現集会の自由、23条によって保障される学問の自由、22条と29条によって保障される営業の自由を制限することにもなります。特措法は災害対策基本法や国民保護法を参考に作られたものですが、突然発生する自然災害や戦争と違って、インフルエンザやウイルス対策には多少の時間的余裕があります。本来なら緊急事態宣言発出に際して国会で十分な議論を行い、国会の事前承認事項とすべきだったのではないでしょうか。店舗などへの休業要請をするならきちんと保障すべきでしょう。さて今回のコロナ禍は何をあぶり出したのでしょうか。当初 PCR 検査を制限していましたが、この理由として挙げられるのが医療崩壊の回避です。全国の保健所数は1991年と92年には852箇所もあったのに、現在469箇所まで減らされました。人口10万人あたりの ICU の数はアメリカの 34.7 床やドイツの 29.2 床に対して日本は 13.5 床しかありません。でこれはこの間の新自由主義改革により社会保障費を削減してきた結果によるものです。日本は憲法25条で生存権を保障しているのですから、政府が憲法理念の実現に努めていたらこのようなこうはならなかったのではないでしょうか。韓国はコロナ対策のために軍事費を削減したのに、日本は防衛費の増額をやめません。憲法25条だけでなく9条があるのに、これはおかしくないでしょうか。歴代自民党政権は安全保障といった場合軍事に偏重し、国家の安全保障を第一にしてきました。しかし食料安保、エネルギー安保の観点も必要なのではないでしょうか。自然災害や感染症から私たちを守る人間の安全保障の観点も必要なのではないでしょうか。しかしこれまで述べてきたように、安倍政権はコロナ対策で憲法により保障された人権の制限を安易に行いました。菅政権は安倍政権の継承を謳っているので
9条改憲も狙ってくるでしょう。自助を強調しているので憲法25条を無視し新自由主義改革をさらに進めていくのでしょう。そうであれば労組と市民と野党の共闘によって政権交代をしていくしかありません。私たちが憲法を取り戻すために、清水雅彦さんでした。ありがとうございます。続きましてはコロナと教育ということで、花の谷クリニック院長の、コロナと医療ということで、花の谷クリニック院長の伊藤真美さんにお願いいたします。命と暮らしを脅かす安全保障関連法に反対する医療・介護・福祉関係者の会の共同代表をしています花の谷クリニック内科医師の伊藤真美と申します。今年の年明けから予想もしなかった新型コロナ感染症が世界で広がり、忍び寄る感染への危機対応に神経を集中させ、限られた時間で医療者として感染対策を講じて過ぎた数ヶ月は怒涛のような時間でありました。しかし幸い日本社会は非常事態宣言解除後やや平静を取り戻しています。医師として科学的根拠に従い新しい感染症に対して向き合うことは、これまで取り組んできた医療業務の本質と何ら変わりがないことなのだと落ち着いている状況になりました。医療の基礎研究の分野は医師にとっても専門分野以外は理解しがたいことだらけですが、臨床分野では世界の最新の知見を得ることはこの時代それほど難しいことではありません。優れた専門分野の先立ちから学ぶことができるのです。新型コロナ感染症についても半年以上が過ぎる中で多くの知見が明らかになり、私たち医療者は新型コロナ感染に対して現時点で取り得る最良の対処方法をある程度共通認識として持つことができるようになりました。ただ医療は医療のみで完結はできず、特にパンデミックとなった感染症は社会保障制度、経済政策と密につながっています。人の命と暮らしを支えていくためには受けられる医療が経済格差で左右されてはなりません。そして医療は人権を守っていくことでもあるのです。そのためには社会全体を統括するしっかりしたリーダーシップを発揮する政治が求められます。自助自立とは支えを受けずに生きることではなく、安心して生きるための支えを持つことだと私たちの仲間が言いました。その通りです。自助自立は社会の中で人の手を借りずに成り立たせることではなく、人の手を借りて成り立つことなんです。体や心に不自由なところや弱いところがあっても手助けがあれば自立できるんです。例えば車椅子移動であっても人工呼吸器をつけていても自助自立はできるんです。そのために公助があるんです。自助自立のためにはまず公助が大事なんです。吉秀さんは言いました。まず自分でできることは自分でやる、自分でできなくなったらまず家族とかあるいは地域で支えてもらう、そしてそれでもダメであれば必ず国が責任を持って守ってくれる、そうした信頼のある国づくりというものを行っていきたいと思いますと。まず自助があり、そして共助があり、それでダメなら公助の出動、それが政治であると。何を言ってるのかと思います。小学校から学び直せと言いたいです。今新型コロナ感染は世界では第2波の到来に見舞われて、再び全土でのロックダウンに踏み切らざるを得ない国のニュースが続いています。昨日11月2日で世界の累計感染者数は4650万人を超え、累計死者数は120万人に達しました。日本国内の感染者数も10万人を超え、死者数は昨日時点で1788人です。冬に向かいウイルス感染は拡大することが予想され、すでに日本でも感染数が増加傾向です。にもかかわらず政府は総予算 1.7兆円の GoTo キャンペーンの実施に前のめりです。予算約 1.1 兆円の GoTo トラベルキャンペーンを7月に実施したのに後に
引き続き GoTo イートキャンペーンを10月1日より実施しました。そして GoTo イベントキャンペーンを10月29日よりとうとうスタートしてしまいました。経済産業省のホームページには GoTo イベントでまた出会える喜びをの文字が躍ります。これが再び出会えない悲しみに変わらないことを祈るしかありません。もちろん経済の安定は極めて重要です。しかしやるべきことは先にあります。サージカルマスクに続き今は医療や介護の現場では必須のプラスチックグローブの値段が高騰しています。全く日本国内で製造されておらず輸入に頼ってきたためです。アベノマスクに466億円かけるのではなく医療や介護の必需品をしっかり国内生産することにまず政府が取り組むことも控除の一つと考えます。さて安倍内閣が憲法解釈を強行に成立させた安全保障関連法を成立させた2015年、この国会前には日本の国の未来を案ずる多くの人々が集まってきました。私は50歳過ぎて初めてデモというものに参加した一人です。医師という仕事に没頭してきたそれまでの私の生活に政治を政治家たちだけには任せておいてはいけないという危機感が芽生え、この国会前に足しげく通う時期があり、5年間安倍政権でなされたことに翻弄され、その危機感は菅政権になってから今はファシズム前夜でさえあることが現実のものとなる危機感として重くのしかかってきています。小泉政権以降医療保険の財源は実質年々縮小され、医療の現場はギリギリの人員で、医療従事者のプロフェッショナリズムに基づく働き方で国民皆保険制度を守ってきました。介護現場も同様です。驚くべき低賃金であるにもかかわらず、介護職の献身的取り組みにより介護保険サービスがギリギリ守られてきました。しかし新型コロナ感染の拡大とともに生きる社会を支える余力はもうありません。命をないがしろにしないでください。医療介護従事者に対する薄っぺらな感謝のパフォーマンスも言葉もいりません。私たちが納めた税金を命を守る医療、暮らしを支える介護、人権を守る福祉に返してください。このコロナ禍で見えてきたのは、世界はこの地球という惑星の中で本当に一つにつながっているという実感でした。このことを肝に銘じて、国家の枠を超えて人が人としてつながることを大事にすること、このことがこれからの未来を考える上で大きな希望となるということを最後に申し述べて、私からのメッセージを終わりたいと思います。伊藤真美さん、ありがとうございました。続きましてはコロナと教育ということで、東京純心大学客員教授の佐野道夫さんにお願いいたします。こんにちは、ご紹介をいただきました佐野道夫と申します。大日本帝国憲法には教育に関する規定がありませんでした。教育に関する法令は天皇の命令である勅令として作られました。教育は良い臣民になるための臣民の義務であったわけです。日本国憲法は26条で、全て国民は法律の定めるところによりその能力に応じて等しく教育を受ける権利を有すると定めました。人々の権利となったわけです。しかし今この権利の規定がどのように使われているかというと、教育に関する日本の法の規定には国籍条項がありません。それでなんと憲法に全て国民はとあるから、外国人には教育に関する規定が適用されないのだというへりくつづけに使われています。教育が人々の権利ではない安倍政権の下、コロナ対策の名のもとに真っ先に攻撃されたのが教育でした。2月27日、首相が
全国の学校に休校を要請しました。学校保健安全法は、学校の設置者は感染症の予防上必要があるときは臨時に学校の全部または一部の休業を行うことができると定めています。これでインフルエンザの時期などに学級閉鎖、臨時休校があるわけです。首相は学校設置者に対して指示できる権限を持っていません。しかしほとんどの学校設置者が首相の言葉を忖度していきなりの休校を決めてしまいました。その中には都心から1000キロメートル離れていて、船が6日に一度しか走っていない。そのため高校生がセンター試験を受験するために28泊しなければならないという小笠原の学校まで含まれています。少人数学級が求められている日本の学校の中にも、広い教室に子どもが 2,3 人しかいないという学校もあります。感染の危険性とは関係なく、日本中のすべての子どもの教育を受ける権利、友達と過ごす権利が奪われています。卒業式、入学式も変形、縮小を余儀なくされた中で、君が代だけは省略するなという指示も出されました。感染防止のため効果は謳わないとしているにもかかわらずです。また広められたのは、災いは外からやってくるという見方でした。いまだにコロナ19対策センターではなく、帰国者、接触者相談センターが置かれています。初期にはあえて武漢ウイルスと呼ぶ人がいて、人々に中国差別意識を植え付けるために利用しようとしました。諸外国からは韓国モデルと呼ばれ、2ヶ月で市民生活を取り戻した隣国の知恵に学ぼうとはしません。コロナに始まったわけではありませんが、中国、韓国、朝鮮に対する蔑視は侵略、植民地時代と変わりません。さいたま市は備蓄しているマスクを子どもが集まる施設の職員に配布することを決めましたが、当初朝鮮幼稚園を対象外としました。日本のいろんな法律が国籍条項を定め外国人を排除していますが、感染症対策の関連法だけは国籍条項がありません。病気やウイルスは国籍や民族によって避けていくものではないからです。さいたま市の行為は一部の子どもたちを感染の危険にさらす行為で決して許されないことであり、また地域の感染予防という観点からも許される行為ではありません。市職員の転売されるかもしれないという発言は、マスク配布を感染予防より恩恵であると捉えているかのようです。4月7日緊急事態宣言がなされ、学校を含むさまざまな業種に営業自粛が求められました。科学的根拠などないものですから、緊急事態宣言の終わりは連休が終わる5月6日そして5月31日に延長されました。ウイルスに連休や人間のカレンダーなど関係あるのでしょうか。学生はアルバイトがなくなり、学費や生活費に困窮しています。先ほど朝鮮大学の学生が話したように、5月19日学生支援緊急給付金が発表されました。しかし留学生には成績上位3割という制限がつけられました。また給付金の対象は大学、短期大学と専門学校、外国大学の日本校、そして各種学校にもなっていない日本語学校とされながら、朝鮮大学校は対象外とされました。学校再開にあたっての支援策においても朝鮮学校は排除されています。日本国憲法で私たちは権利を獲得したのです。改めて教育の権利を確認していきましょう。佐野道夫さんでした。ありがとうございます。続きましてスピーチの最後、コロナと女性というテーマで作家の北原みのりさんにお願いいたします。こんにちは、北原みのりです。話していただきありがとうございます。
先日杉田水脈の妙議員の女性はいくらでも嘘をつくの声の発言に署名を集め13万8000以上の集まりました。これを野田聖子議員に受け取ってほしいとお願いしたところ、辞退しますと。署名は辞退できるものなんでしょうか。できない。その後自民党党本部に直接持っていきました。その時はアポがないからと拒否をされました。仕方なくヤマト運輸で送りました。昨日辞退しますとヤマト運輸から着払いではなかったですが戻ってきました。13万8000筆以上の声を受け取らない、そのことに衝撃を受けています。でも私の声が届かない、私の声が軽く捉えられる、私の声を信じてもらえない、この国で女性として生きていると、そのような悔しさは決して初めて味わうものではありません。でもこの悔しさ全然慣れません。悔しい。コロナ禍で女性たちがさらに追い詰められています。男でもここ数ヶ月間前年同月よりも実施を選ぶ人が増えています。女性だけを見ると8月は 40% も増えました。高校生では7倍も増えています。パンデミックにより日常の性差別がより過酷に女性たちの人生に影を落としています。この生きにくさの原因はどこにあるのでしょう。コロナ禍で見えてきた日本の性差別の現実を私たちはもっと語らなければならないと思っています。例えば先日緊急避妊ピルを薬局で買えるように行動した女性たちがいました。それに対し産婦人科医会は女性の判断だけに任せるのはリスクがあると反対しました。産婦人科医会40人の理事がいますが女性は3人だけです。多くの国で女性の判断だけで購入できる薬にもかかわらず、この国は男性の産婦人科医が女性の判断を疑い管理する立場を崩しません。例えば緊急事態宣言の時、友人が職場に女性しかいないと嘆いていました。正社員の男性はほぼテレワークになったけれども、正社員をアシストする女性、非正規社員は出勤しなければならない。エッセンシャルワークの仕事の多くを女性が担っています。医療従事者の7割が女性です。人をケアするのは女性の仕事、女性の仕事だから賃金が安くてもいい、そういうふうに設定されている。そういう中でケアワークの人たちが命を危険にさらしながら働いています。また先日10代で AV 産業に巻き込まれた女性と話す機会がありました。女性は若ければ若いほど価値があり、生産業今しか働けないよと言われ、頑張れば報われると数年働きました。実際はその後の人生キャリアを形成できず、コロナ禍で仕事もままならず、将来の不安に怯える日々です。セックスを労働と捉え、労働者の権利として生産業を語るような空気がコロナ禍でもありました。でも実際に被害者支援の現場から見えているのは、若い女性たちの人生が切り売りされて、その後の人生の困難を訴え苦しむ人々の声です。日本では性差別が定義されていないと弁護士の角田由紀子さんが指摘されるのを聞きました。憲法が男女平等を謳っていても性差別が何かを定義しない、この国は性差別が何かが分かっていないのです。だからでしょうか、国連女性差別撤廃委員が何度も選択的夫婦別姓の実現を目指すように勧告しても、慰安婦問題を被害者主義の立場で解決するように求めてもずっと無視しています。なぜですか。声の大きい男性が強いリーダーシップを取って違う意見を黙るとねじ伏せればうまくいくという暴力的な成功体験を私たちは奉仕し続けてしまったからではないでしょうか。そういう中でも女性たちは道を切り開いています。性暴力に抗議するフラワーデモは今スペインのバルセロナも参加して47都道府県で毎月11日に行われています。性暴力は性差別を根拠にした暴力です。被害者のほとんどが女性と子どもです。こういう中でもう黙るのは嫌だ、社会を変えたいと声を上げ始めている人がいます。7割に増えた高校生女性たちの自死の背景に何があるのかすぐには分かりません。でも DV や性暴力、望まない妊娠があるのではないか、女性運動に関わるものならば誰でも自然にそう考えます。人生を奪われ
機会を奪われ、それでも男性の声に従うと言われる。このような社会に希望はありません。女性が死にたくなるような国に未来はないです。性差別でこれ以上女性を殺さないでください。これは左翼も右翼も関係ないことです。市民運動に関わっている私たちの仲間も、仲間と思っていた男性に性的に貶められてきました。やる側からすれば軽いお遊びかもしれない。でもこちらからは侮辱であり暴力です。それなのに仲間の男性を批判すると敵を利することになると批判の口を塞がれてきた、うん、セクハラやそういう性暴力の数々を私は知っています。自浄作用のない組織に、そのような組織の行うことに本当の希望は見出せません。だから性差別を絶対なくす、その意思を強く持ちましょう。そうしなければ本当に日本は変われないと思っています。コロナ禍でむき出しの性差別に苦しむ女性たちの声をぜひ聞いてください。性差別に本気で向き合いましょう。変わりましょう。ありがとうございました。田原みのりさんでした。ありがとうございました。続きまして、沖縄からのメッセージを憲法共同センターの宮沢陽子さんに代読していただきます。沖縄からのメッセージ紹介いたします。今集会にご結集された皆様、こんにちは。沖縄から連帯のご挨拶を申し上げます。安倍政権を引き継いだ菅政権は、科学者の代表機関である日本学術会議が推薦した105人のうち6人の任命を拒否しました。日本学術会議法には、学術会議の推薦に基づき会員を内閣総理大臣が任命すると規定しています。任命拒否は憲法23条の学問の自由にも反します。学問の自由は侵略戦争にひた走った通区の歴史の反省から憲法が特に明記したものです。菅内閣総理大臣による違憲違法行為は、辺野古で強行している新基地建設と全く同じです。去る大戦において悲惨な地上戦を押し付けられた沖縄県民として、任命拒否に強く抗議します。皆さん、菅内閣総理大臣が違憲違法な任命拒否を撤回し、6人を任命するまで抗議の声を上げ続けましょう。沖縄では選挙や県民投票で辺野古新基地建設反対の民意を示し続けてきました。政府は県民投票で反対の民意が7割を超えた時も、天満基地の移設先は辺野古が唯一と沖縄の民意を一蹴し、さらに当時の防衛大臣に至っては、沖縄には沖縄の民主主義があり、国には国の民主主義があると躊躇することなく発言しました。政府はこれまで普天間の危険性を一日も早く除去するため、辺野古移設を着実に進め、県民の心に寄り添い負担軽減に取り組むと言い続けていますが、すでに20年以上が経過しています。なぜ辺野古新基地建設に固執するのかの説明責任さえ果たしていません。今回学術会議の任命拒否を説明しないのと全く同じで、法律も民主主義も説明責任も関係ない、国民は政府の意思意向に黙って従えの独裁国家的振る舞いのようです。6月半ば、当時の防衛大臣は秋田と山口で進めてきたイージス・アッシュア配備計画停止を突然表明しました。理由はミサイルのブースターの回収にコストと時間がかかりすぎて合理的でないというものでした。沖縄の辺野古新基地建設でも、2019年1月の首相答弁で軟弱地盤が公になった後、地盤改良の必要性を政府が初めて認めました。世界でも例のない地盤改良工事で、政府試算でコストが当初の約3倍の9300億円、県の試算で2兆5500億円、工期は12年以上と膨らみ続けています。6月の配備停止に習えば、地盤改良にコストと時間がかかりすぎて合理的ではない、よって工事はやめますとなるべきでしょう。行政改革担当大臣には、辺野古新基地建設こそ合理化の最優先案件にしてもらいたい、そう思います。皆さんどうですか。
さて、政府が地盤改良のための設計変更承認申請を一時提出したのは、沖縄県が新型コロナの緊急事態宣言を出した日の翌日、4月21日でした。県を挙げて感染症防止対策に乗り出した矢先で、なんと陰湿な嫌がらせかと多くの県民が感じました。しかし県内外、海外の皆さんから沖縄に届いた1万9000件近くの辺野古意見書が嫌な空気を払拭しました。玉城デニー知事が国の設計変更申請を不承認とする大きな後ろ盾になります。ただ現状は、工事を続けると違法状態を引き起こす国が変更申請の段階で工事を中断し、知事の判断を待つべきですが、現時点で工事は強行されています。辺野古大浦湾は5,806種もの生物を育む多様性に富んだ海域であり、またそれを守ろうとする人々の努力が認められ、2019年10月、米国の環境 NGO ミッションブルーが、ホープスポット希望の海という海洋保護区に日本で初めて認定しました。この場所を埋めて作ろうとしているのが辺野古新基地です。政府は埋め立て前にサンゴ7万4000株体以上を他へ移植する計画ですが、水産庁が19年にまとめたサンゴの手引き書には、移植4年後の生存率は 20% 以下とあります。生存率も懸念されますが、海域全体のバランスが埋め立てで変わることこそ取り返しのつかないことです。ホープスポット希望の海を次世代に引き継ぐのは私たちの責任です。権力の一極集中が続き、憲法に基づかない政治がこの国を闊歩しています。国民の命と人権をないがしろにする言動を国会議員や大臣が繰り返しても、誰も責任を取らない。女性はいくらでも嘘をつけると言った国会議員がいましたが、所属政党は13万筆を超える抗議署名の受け取りを拒否しています。官僚が首相の言動に忖度し、省庁の公文書隠蔽、改ざん、破棄が常態化しています。法秩序や規範に基づいてきた戦後社会が、権力に怯え従う監視社会に変わる瀬戸際ではないでしょうか。今こそ私たちは、戦争の反省から作られた平和と人権と命を最優先にする憲法を生かすために立ち上がるべきではないでしょうか。憲法に立脚した法治主義の下で、平和と暮らしと人権を取り戻すために、政府からのいかなる不条理にも主権者国民が全国連帯で声を上げることが何よりも大切だと皆さんで確認していきましょう。ありがとうございました。2020年11月3日辺野古新基地を作らせないオール沖縄会議、以上です。ありがとうございます。力強い沖縄からの連帯のメッセージ、ありがとうございました。最後に主催者を代表いたしまして、藤本康成から行動提起をさせていただきます。ご紹介いただきました、そのあかり行動実行委員会の藤本です。本日はそのあかり行動の呼びかけに応じていただきまして、こんなにたくさんの方々にお越しいただきました。本当にありがとうございます。日本社会を、日本国憲法の理念に基づいて、一人一人の命が守られる、権利が保障される、安倍首相が言っている単なる中身のない美しい国ではなくて、格差と貧困のない、差別のない、多文化多民族共生の本当に誰にも恥じることのない美しい日本社会を作る、今日発言いただいたゲストの皆さんの言葉の中に、私は明るい明るい日本の未来を感じました。コロナウイルスの感染拡大が続いています。総上がり行動実行委員会では、この間運動をどうしたらいいのか、さまざま議論をしてきました。今日もオンラインで同時中継をしています。どうか
無理をされないようにと呼びかけもさせていただきました。今後もそのようなことが続いていくかもしれません。集会なども規模を縮小してやらざるを得ない。しかし憲法を守り、憲法の理念の実現を目指し、恥じない社会を作る。私たちはいつどこにあってもそのことでつながり合っていることを確認しようではありませんか。安倍政権から菅政権へ、何も変わらない、いやもっと公開に、もっと狡猾に、陰湿な匂いのする政権になってきたのではないでしょうか。学術会議問題は民主主義へのあからさまな攻撃であり、権力の独断専行と言えるものです。今後も専守防衛を逸脱する敵基地攻撃論、辺野古新基地建設の問題、南西諸島での自衛隊増強、日米統合軍構想、平和日本を脅かすさまざまな課題が山積をしています。日朝日韓の朝鮮半島問題や入管法の改正問題、そして性差別の問題、在日コリアンの差別やヘイト、これらは皆安倍政権、菅政権の本質であることを私たちは決して忘れてはならないと思います。総上がり行動実行委員会、今後もさまざまな取り組みをさまざまな手段で提供していきます。安倍九条会見の署名は11月19日行動の中で提出をさせていただきます。お手元にあれば11月10日までにぜひご提出をお願いしたいと思います。私たち自身のつながりを信じて、さまざまな場所でさまざまな形で声を上げていこうではありませんか。今日は集会プロジェクトチームの議論の中で、コロナ禍の日本社会を見つめつつ、コロナ後の日本社会を展望しようではないかということで行動を提起しました。さまざまな問題に言及できなかったことをお詫び申し上げて、まとめと行動提起に変えます。本日3000人の皆さんに、そしてオンラインでも多くの方に参加をいただきました。本当にありがとうございました。共に頑張りましょう。皆様、今日は本当にたくさんお集まりいただきましてありがとうございました。これで平和と命と人権を11月3日大行動閉会とさせていただきますが、この後5分ほどお時間をいただいてから、次は学者の会の集会がございます。お時間、お体許す方はぜひこちらにお残りいただいて、またお話メッセージを聞いていただきたいです。今日は本当にありがとうございます。くれぐれも体の方ご自愛ください。